どうも、ヤマタランクスです。ファイナルファンタジー9続きからやっていきたいと思います。今回は、クレイラの砂嵐が止まった原因を調べるためにミキの方に降りていくっていうところだと思います。まずはジタンたちと合流したいんですけど、入り口に行けばいいのかな？あ、いた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 。よー、フライヤー遅かったな。みんな一緒に来てくれるってさ。ありがたいね。さあ、行こうぜ。結局、パックとは会えなかった。ミキの方にいるのかな？この町の砂はほんのり甘かったあるよ。砂を食うな。この町はとても美味しい町あるね。砂を食うなだから。満足しとれないかい。みんなの友情に報いるためにも、何としてもこのクレイラを守らなければ。では、降りていきたいと思います。はしごを降りてと。まあ、この町に来るときにね、結構ね、通ってきたんで、それを戻っていくような形でいいんでしょうか。あ、止まってるね。あ、アレクサンドリア兵？女の子だけど。もう攻めてきているってこと？まずいじゃん、これ。なんか盗めたりできるのかな。まあ、とりあえず物理で殴っていくか。フェニックスの丘。女兵。もうちょっとなんか名前あんだろう。性別に兵つけただけなんだけど。女兵って。アレクサンドリア感すら出てないね。オッケーオッケー。なんか悔いの強いな。ブリザラー。こんな剣持った兵士なのに。中級魔法をね、使ってくるっていうことで、よく育っててますね、ちゃんと兵士をね。まあ、ただ、俺らの敵ではないよと。オッケー。この先、どんどん兵士出てくる系かな？おー、また出てきましたね。はい、進みましょう。下の方でいいのかな？あー、また出てきたね。結構な数出てくんな。さあ、行きましょう。どっちかな？そういえばさっきこっち行ってなかったな。ん？あ、そういうこと？ここ裏で繋がってるだけか。じゃあ、なんもないと。じゃあ、手前の方に戻りますか。イベントですね。少し待ってはくれぬか、ジタン。なんだ？先ほど出会ったアレクサンドリア兵のことじゃが、本気で襲ってくるにしては人数が少なすぎる気はせぬか。確かに二人組のね、女兵がちょろちょろ出てくるだけだったんで、本気でね、街を落とそうとしてくる兵力ではなかったですね。罠ってことかな。俺もそんな気がしてたんだ。その通りだ。なんかいるぞ。え、パック？フライヤー、街が大変なことになっているぞ。早く街に帰ってくれ。あ、そういうこと。陽動ってこと？ジタンたちをこっちの幹の方に呼び寄せて、その間に街を落とすみたいな、そんな感じ。しまった、やはり不安は的中したか。直ちに参ります。何やってんだ、お前らも来るんだよ。よし、行こう。まんまと騙された。陽動に引っかかってしまいましたね。誰かいるのか。ベアトリックス。いやいや、準備が整ったようですね。お前の作戦か。頭も回るんだね、ベアトリックス。いやー、黒魔同士。お前たちここまで来やがったのか。グハグハ、弱っ。ダン弱っ。マジか。みんな死んでくんだけど。ちょっとちょっと、殺しすぎだって。キルじゃねえんだよ。モーグリが逃げてる。助けてください。町中に化け物が溢れて。そんなにいっぱいいるのか。王様が危ない。空から雨のように降ってきて。
やばい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 。キャー、キル大ピンチやん。これ絶対絶命、絶対王様狙われてるよね。まあ、黒魔導士兵自体はね、強くなってたりすんのかな。強くなってないんだったら、タイプ B と書いてあった今。ちょっと進化してるってこと？ファイラー。大丈夫か？よく考えたらこのパーティーヒーラーがいねえな。よいしょ！オッケー。さあ、黒魔導士なんとか倒しました。撃退成功ですね。さあ、どんどん上に登っていきたいんですけど、ちょっと装備変更しようかな。ドラゴンキラー覚えたんで、ミスリルスピアに変えていこう。ぐらいかな？ちょっとポーションで、HP だけ回復しとくか。よし、これでいくぞ。え？何？キャーって。うわー、兵士まで来た。クレイラの者ども。覚悟しなさい。おい、こっちに逃げろ。俺が相手だ。全然進めないじゃん、これ。次から次へと敵が出てきて。女兵が3体か。まあ、3人か。やるしかねえ。連打連打。ナイスクイーナー。よいしょ。いや、ファイナルファンタジー9、結構ね、ストーリー面白いですね。なんか結構ね、いろんな場面に分かれたりして、まあ、ガーネット側のね、ストーリーも面白いですし、あ、逃げた。ジタンのストーリーも面白いですし、これがまたね、合流したりするんでしょうね。楽しみですね。さあ、一人取り逃したけど、なんとかなったかな？いよいよ総攻撃ってやつか？いや、嘘でしょ？また連戦？一歩も動けないんだけど。おい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 。俺には戦う連打しかできないけど。サンダラー。90、あまり火力はないですね。よいしょ。 OK。 クイーナの火力はなぜか一番高いんだけど。アスピル、なんか MP 吸われるやつだっけ、アスピルって。あ、だよね。あと一発ぐらいかな。 OK。なんかこれだいぶレベル上げになる気がするわ。ほら、チックショー、調子に乗りやがって。もう勘弁してくれ。町の方は大丈夫か？やっと上に行けるな。勝手に進んでる、勝手に進んでるぞ。敵が攻め上がってきている。そっちはどうだ？ブルメシアの方々が抵抗されていますが、倒しても倒しても次々と化け物たちが。私たちは耐えきれず逃げてきました。くそ、アレクサンドリアの奴らめ。どうしましょう。上に逃げたらダメだよ。右右右。なんだこれ上って。上から来たんだよ。右だろ。右の方へ逃げよう。あぶねえ。間違った選択肢あるね。ついていけばいいのかな。あ、逃げてる逃げてる。あ、あの、うちの主人を見かけませんでしたか。いや、見てないぜ。父ちゃんがいない。ウェーン、また来たよ。もう左だ、左左の方へ逃げよう。右から来たのに右に行っちゃダメだよね。ここから先へは進ませないぞ。黒魔導士と女兵のコラボ実現しましたね。このパターンは今までなかった。まあ、ただどちらもね、そこまで強くないんで、まあ、同じようにね、戦う連打するのみ。俺はね、MP すんのやめてもらっていいですか。魔法使っとく？
ファイラとか、あ、ブリザラか。ちょっと待って。ブリザラ。倒せ。オッケー、ナイス。ナイスー。さあ、ブリザラ。これで車同士落ちるんじゃないかな。お、強っ。逃げた。もうすぐ逃げる。どうしたったら経験値をね、献上してほしかったんだけど。逃げますね。もたもたしてたら全滅だ。結局どこかに追い込まれちゃうよね、これね。逃げても逃げても。お兄ちゃん早く。どっち逃げればいい？右かな。しつこい奴らだ。この調子だ。いつまでも持ちこたえられないぜ。右。そっちね。ここなら安全？もうお化けは来ないよね。まだまだ安心はできないな。油断は禁物。来ると思った方がいい。お前たち、気を抜くんじゃないぞ。ウェーン。やはり、まだ安心はできないのですね。なんだまだ、こんなところにいたのか。ええ、私たち、この場所がとっても好きですの。心を洗い流すような砂嵐の景色はなくなりましたけどもね。そうだな。俺も綺麗だと思うよ。のんきか。のんきか、早く逃げろ。この町は綺麗な町だ。住んでいる人も、とても優しい人たちばかりだ。だから、何としても、みんなを守りたい。さあ、大聖堂に集まろう。みんなで力を合わせれば、なんとかなるさ。さあ、最後、大聖堂かな、最後は。ここに立てこもる感じで行く？生き残ったのはこれだけか。大祭司はどこにおられるのでしょう？ブルメシア王はどこに？父ちゃんがいなかった。ウェーン。みんな大聖堂の中に逃げ込んでくれていればいいけど、なんか俺スパイがいてもおかしくないような気がするんだよね。アレクサンドリアに繋がってる人物。人を簡単に疑うのは良くないけど、なんか怪しいよな。うまくいきすぎてる。さあ、大聖堂に入ろう。あー、来た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 。え、そっち側に？やばい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 。いや、完全に囲まれた。どうしよう、絶対進め。ちょっと待って。くそ、守りきれるか？邪悪なる者たちよ、そこまでだ。誰？正義のヒーロー？お！これって、フライヤの彼氏？この槍が折れぬ限り、この血を奪うことはできない！めちゃめちゃかっこいいんだけど、突如現れた男、鍛え抜かれた私の槍の前には、お前たちなど、薄用も同然。いちいちかっこいい、かっこいい。ちょっと槍長すぎやしませんかね。強一瞬で3体の黒魔同士を葬り去った。さあ早く逃げるのだ。誰だか知らないけど恩に切るぜ。え、フライヤーは気づかなかったの？あ、やっぱり気づいたか。フラットレイ様、お会いしとうございました。死んだっていう噂流れてたみたいだけど、生きてたんですね。私はあなたがブルメシアを出られてからあなたを追いかけ国を飛び出したのです。フラットレイ様はこれまでどの川を渡り、どの山を越え、一体どんな国で過ごされていたのでしょう。フラットレイ様、あなたがモサを倒したという噂を聞いては千の川を渡り、あなたが強者を倒したという噂を聞いては千の山を越え、それでも私はあなたに出会うことができませんでした。そして最後に聞いた噂はもう思い出したくもない。フライヤとやら、フライヤとやら、お主と私が会うのは今が初めてのことのように思うのだが、
え、どういうこと？記憶を失ってるの？今、なんと？すまぬ、私はお主のことをどうしても思い出せぬのだ。冗談にしては笑えぬ。フライヤーのことがどうしても思い出されぬと申されるのか。フライヤーじゃぞ、思い出さぬか。ブルメシアのフライヤーじゃ。記憶喪失ってことですよね。すまぬ。ああ。おい、ちょっと待てよ。知らないってことはないだろ。お前の恋人のフライヤーだろ。もう一度よく考えて思い出してみろよ。おい、なんとか言ったらどうだ。もうよい、ジタン。何がいいんだよ。あれだけ追い求めていたお前の恋人が今ここにいるんだぞ。フラットレイよ、わしのことは覚えておるか、ブルメシアの王者。一切覚えておりませぬ。これはしたり、すべての過去を忘れたとでも申すのか。では一つ尋ねるが、お主はどうしてこのクレイラにやってきたのだ。我らブルメシアの民と同じ血を分かち合ったクレイラの危機を知ったからではないのか。それは俺から話そう。誰だ。パック殿。パック王子。パック。フラットレイはな、俺が世界を旅していた途中に見つけたんだ。やっぱりその時フラットレイは俺のことが誰だかわからなかったよ。自分が誰なのかさえも。でもブルメシアが襲われたと聞き、そしてクレイラも危ないと聞いたとき、ただうっすらと残った竜騎士としての記憶だけがフラットレイをこの地へと呼ぶことができたんだ。竜騎士。そう、私は竜騎士だった。だが今はそれ以上のことを思い出せぬ。過去に何かがあったってことですよね。過去の記憶を失うほどの出来事が。フラットレイ様。では私は失礼する。もう行っちゃうの？フライヤー、追いかけなくていいのか？もうよい。フラットレイ様が生きているということが分かっただけでも私は幸せ者じゃ。すまない、フライヤー。まだ合わせるべきじゃないと思ってたんだけど、ほら、クレイラがこんなことになってしまったからな。お心遣いご無用にございます。俺はちょっとフラットレイを探してくるよ。じゃ。おうおうおう、これまたぬか。パック、久しぶりに会ったと申すに。あれ今のパックじゃ。みんなどうしたの？あれ、もしかして泣いているの、フライヤー？思わゆいの。どういうこと？幾度となく夢に見た男にやっと出会えたというに、その男は私のことをこれっぽっちも覚えておらんかったのじゃ。さあジタン、まだ敵の手が休まったわけではなかろう。今一度体勢を立て直すのじゃ。フライヤー。いつの間にベアトリクス来た？命ばかりはお助けを。ふん、情けないネズミどもよ。お前たちにはこの宝珠を持っておく資格はありません。宝石取られてしまいましたね。その宝珠は、この宝珠さえ手に入ればもうこの町なのに用はない。行っちゃった？待て、
待つのじゃ。戦わなくていいのかな。言っちゃったけど、追いかけていいのかな。倒せる気がしないんだけど。待て、逃げる気か。逃げる？今逃げる気かと言ったのですか。ほら余計なこと言うから。笑ってるやん、怖いよ。ブルメシアで私に負けたことをお忘れになったわけではないでしょうね。何を申すか。あの時とどめを刺さなかった自分を悔いるのじゃ。僕も許さない。この町の甘い砂で特製ケーキを作ってもお前には絶対食べさせてあげないやるね。それではあなた方のお望み通りにして差し上げましょう。嘘やん。なんで挑発したんだよ。あのままね、逃がしておけば町のみんなは無事なのに。これちょっと判断ミスだと思いますよ、俺は。まあでもやるしかないですね。またなんか盗めるかな。ちょっと HP が削れちゃってるからポーションかけたいけど、ショック。またワンパンや。またワンパン。なんなんこれ。防御しとこう。雷神の小手、なんか強そう。はい、あ、防御すればなんとかなるわ。なんとかなるけど。防御。え、これイベント戦じゃなかったりする。ブリザラ絶対イベント戦じゃんこんなん。無理ゲーだろ。フェニックスの同じ敵に2回もボコボコにされるの。ショック。誰かまた死んでしまう。うわ、ジタンか。フェニックスのジタン、まあ、これ回復しても意味ないからまたフェニックスの作戦で時間を引き延ばす感じでいきますか。そう、悔しいな。一応殴っておくけど倒せないかな。ワンチャン HP がめっちゃ低いとかないかな。お、意外とフライヤーが耐えてくれているな。フライヤーだけ回復しとくか。かばってくれるから。1026。ワンチャンいける？よし、ミスった。このミスはでかいでしょ。盗めなかった。よし、これいける、いけるんじゃないかな、マジで。ブリザラが強い。お、めちゃめちゃかばってますね。雷鳴拳。ガードすればなんとかなる。かばうならなんとかなるぞ。いけちゃうんじゃないこれ。盗めない。ブリザラ。ハイポーションでフライヤー回復したい。ケアル。あ、回復魔法も使えるんだ。でもケアルじゃ追いつかないんじゃないかな。800か。エーテルでビビ回復。よしよしよし。なんかいけそう。盗めないな、全然。よし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 。今ちょっとベアトリックス。名前が黄色くなかった。 24？ あ、ベアトリックス別に黄色くなってねえわ。お、終わりか。宝珠は私が預からせてもらいます。ストックブレイク。またか。これでみんな倒れちゃうんだよ。これストックブレイクで。ザレ事もここまでです。いや、もうトラウマだよ。強い黒魔道士たちよ、用は済みました。引き上げる準備に取り掛かりなさい。ワープできるんだ。何その魔法。ずるくない？おい、消えちまったぜ。
どうするフライヤー。うむむむ。ジタン、後ろに気をつけるのじゃ。あ、消えた。閉めた。ついていくぞ。お前たちもすぐ来いよ。え、それ入るの？え、え、え？すぐ来いよって何？どこに行くの？ジタンが行っちゃったよ。私にとってはもうこの地を訪れることはないやもしれぬ。またお主にとってはお主の本当の姿を知る最後の機会やもしれぬ。さあビビよ、勇気を持って行くのじゃ。あ、ついてきてくれるっぽいな。あれ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 、あ、一人しか入れないのあれ。フライヤーまでも。あ、また来た。ビビ、行こう。お、ビビも行きましたね。クイーナ大丈夫か？クイーナ本当来てくれるこれ。私高いところ苦手あるね。え？クイーナ来ないんだけど。さて、ガーネットも召喚師の力を持たなければただの小娘。もはやガーネットに召喚獣を呼び出す力はなく、呼び出せるのはこのダークマターによってのみ。クジャの言っておったことが本当かどうか、こいつを使えばすぐにわかるというものじゃ。さあオーディーよ、お前の合力を見せておくれ。これがダークマター。オーディーンが現れるの？あ、これクレイヤーの上ですね。え？オーディーンめちゃめちゃかっこいいんだけど。怖顔。え、これでどうなるの？え、クレイラの町を？嘘でしょ？これクレイラーの町にいた人々はみんな死んじゃったってこと？町そのものが消滅したってこと？これやりすぎだろ。おい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 、飛空艇に来たってことね。おい見たか、クレイラーが、パックが、クイナが、みんな、亡くなっちゃったよ。どうすりゃいいんだ。そうだ、ベアトリックスは？あいつもこの船に乗ってるんじゃないのか。どこに行くんだよ。来いよってやってるね。ねえ、フライヤー、ジタンが呼んでるみたいだよ。しばらくの間、そっとしておいてはくれぬか。人影が見えるんだ。こっちへ来て隠れよう。衝撃の展開。ベアトリックス。ベアトリックス様、お疲れ様でした。ブラネ様はどうしておられますか？ブラネ様はベアトリクス様のお帰りを心待ちにしておられます。さぞや勝利の惨憺を浴びせられることでしょう。もはやスタイナーの率いるプルート隊なんて目じゃないですね。無駄口を叩くのをよしなさい。すみません。ブラネ様には今すぐお伺いしますとお伝えください。どういうことだ？なぜブラネ様はクレイラを町ごと消滅させる必要があったのだ？ベアトリクスって別に悪いやつじゃないのかな？なぜブラネ様は召喚獣や黒魔導士などを使われる？私はこのようなことのために技を磨いてきたわけではなかったはずなのに。なんか悩んでるっぽいな。
クロマ同士ども、こっちへ来なさい。お前たち3体は、テレポットを使って、先にアレクサンドリア戻り、城の防備に当たるのです。すごいね、命令を忠実に聞く人形。こんなものが戦争に投入されたらな。恐ろしすぎるわ。私はあのような心を持たぬ者たちと同じ働きしかできないのか。これでは行方をくらましたスタイナの方がいくらかマシではないのだろうか。おい、聞いたか。どうやらブラネもこの飛空艇に乗っているらしいぜ。はい、というわけで今回はキリがいいのでこの辺にしておきたいと思います。続き気になりますね。また次回もご覧ください。